作業員さんがもうより安全に作業できるような床を作っていくのがやっぱり、はい、それがないとやっぱり建物は建っていかないんで、はいはい、今までじゃあもう一歩上のクラスというか、考え方を上げてやっぱり作業していこうかなという気にはなります。やっぱり ありました。あ、周りの方でもやっぱり年配の方のやっぱりマイスタークラスの方がおられますので、その方だとやっぱり、一緒になってやっていくというのはやっぱり自分の中でもやっぱりモチベーション上げながらやっていかないと。の作業員さんが使い勝手のいいようにね、その建物に合わせて作らないといけないことがありますので、いうところがちょっと楽しみでもあるんですけどね。どういう建物になるのかいう立体的なイメージがないと、やっぱりその足場には最初作れないんで、どうやっていきたいとかいうのをちょっと先々考えながら、そうですね、やっぱり誰もが見て、あ、素晴らしい建物だなと言えるような建物にこれからもどん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 ちょっと従事させてもらいたいなというのはあります。